西泉駅は、鹿児島県泉市日出水町に所在する施設、オレンジ鉄道線の駅。駅番号は OR、OR17。NPO 法人北札クラブが管理する、有人駅である。近隣に高校が多いため平日の朝夕は、通学客で大変混雑する。そのため、平日朝夕の通学ラッシュ時間帯のみ有人駅となる。 2018年3月のダイヤ改正から8台から当駅までの列車が設定された。駅は島式一面2線ホームの地上駅。駅本屋は1966年に建てられた国鉄様式のコンクリート製標準型駅舎で有人駅である。新築当時からの出札窓口と鉄製の改札口、広い待合室を有し、1974年まで使用された。 校内踏切の跡が残っている。かつては、鉄道省に持つ窓口も設置されていたが1986年に閉鎖され、窓口跡は大型掲示板で塞がれている。毎年3月中旬に、隣の高尾の駅付近で開催される、高尾の中野市や毎年8月に開催される、高尾の夏祭り開催時は、駅が大変混雑するため、朝8時頃から夜まで臨時に、 駅係員が配置される。かつてはこの地が、出水郡出水橋、竹本村の中心地だったことや、開業当初の所在地が、出水町、竹本地区だったことから、竹本駅と命名された。しかしその後の地区解明でこの駅周辺から、竹本の地名が消滅したため、出水駅の西側に所在しているという意味合いで、駅名も、西泉駅に改称された。なお、 竹本という地名は、西泉駅の南方にある石道山の中原に、現存している。国土数値情報国土交通省、2021年9月6日、閲覧九州運輸要欄、2021年9月6日、閲覧。ありがとうございます。